何やってるの？俺たちのやっていること正しいのかなって考えてたんだ。え？俺たちは今帝国と戦っている。その戦いによって家族を失った帝国の民もいる。彼らは悲しみの中、俺を憎むんだろうか。リラン。それはどうしようもないことだって分かってる。だけど、な。ごめんね。私がリラに王様なんて押し付けちゃったから。本当に、ごめんね。パラのせいじゃないよ。だから謝ることなんかないんだ。でもね、ヴィラン。ヴィランが王様として帝国と戦っていることで、救われている人もたくさんいるの。そのことだけは忘れないで。それに今、ヴィランを憎んでる帝国の人がいたとしても、すべてが終わって、世界が平和になったら、分かってくれると思うの。きっとよ。ありがとう、ファラ。少し元気が出たよ。ファラ、俺頑張るよ。今はどんなに憎まれても戦い続ける。それがみんなのためなんだから。ありがとう、ヴィラン。私もヴィランに救われたんだから。ムームー。ムムー。お前も今日は疲れただろ。エルドガ要塞まで行って大砲で撃たれて。あ、お前の尻尾、先っぽ焦げてるじゃないか。大砲でやられたんだな。ムムー。なあ、ムームー。俺、やっぱり憎まれてるのかな。ファングがアメリアを憎むように、この戦いで倒れた帝国兵の家族は俺を憎んでるのかな。どうしようもないことだって分かってる。だけど、ほら、くすぐったいって。ムームー、こらやめろって。もう十分だって。ありがとな。なんだか少しだけ元気が出たよ。憎まれることは最初から分かってたんだ。今さら弱気になってもしょうがないよな。俺戦うよ。これが正しい戦いだって信じてるから。ガーリット。ディラ、何をしているんだ？少し考え事をしていたんだ。ファングがアメリアを憎むように、俺も誰かに憎まれているんだろうなって。どういうことだ？俺は今帝国と戦っている。その戦いで命を落とした帝国兵もいるだろう。その家族は悲しみの中で俺を憎んでいる。そう思ったんだ。そんな当たり前のことを考えていたのか。戦争とはそういうものだろう。ああ、分かってる。分かってるけど。ディラ、私もお前を憎んだ。お前だけじゃない。すべての帝国兵を、帝国の人間を憎んだ。私の家族も、あの戦争で命を落としたのだから。ガーリット。だが、今はお前を憎んではいない。お前のことも、頼もしい仲間だと思っている。今お前を憎んでいる人間がいたとしても、いつかはきっと、分かってくれるはずだ。だから気にするな。お前は間違っていない。それだけは、私が保証する。
ありがとう、ガリット。もう俺は迷ったりしない。信じて戦い続けるよ。私がお前を認める。それでいいだろう。ファンヌ。今日はすまなかったな。本当に反省してる。もういいんだよ。気にするなよ。ディラン、いろいろ考えたが、お前だけには話しておきたくてな。どうして俺があの女を憎んでるのかって。アミリアがファングの家族と翼を奪ったからだろ。そうなんだな。それだけじゃないんだ。俺があの女を憎むのは、あの女が俺の家族や群れのみんな、一番に俺の兄貴の気持ちを踏みにじったからなんだ。どういうことなんだ。あの女を最初に見つけたのは俺だった。森で生き倒れているのをガキだった俺が見つけて村へ連れてったんだ。村で目を覚ましたあの女は記憶喪失になっていた。いや、そのふりをしていたんだな。あの女は村で暮らし始めた。すぐにみんなに受け入れられたよ。やがて俺の兄貴との結婚が決まったんだ。俺は嬉しかった。姉貴ができて本当に嬉しかったんだ。だけど結婚式の夜、あの女は村に火をつけた。炎から逃れようと飛び立つ俺たちを、あの女は笑いながら銃で撃ち落とした。俺の家族も、もちろん兄貴もな。そんなことがあったのか。だから俺はあの女だけは許せない。ファング。悪い、長話になっちまったな。お前だけには言っておきたかったんだ。じゃあな、おやすみ。ファングにそんな過去があったなんて。お前には俺の気持ちを分かってほしいんだ。ソティナさん。どうしたの？ヴィラン君、暗い顔をしてるわよ。少し考え事をしてて。俺たちは今帝国と戦っている。その戦いによって家族を失った帝国の民もいる。彼らは悲しみの中、俺を憎むんだろうかって、そんなことを考えてて。ヴィラン君。あ、違うんです。これが仕方のないことだってのは分かってるんです。だけど、憎まれるのって辛いわよね。自分が間違ってないって分かっていても辛いものね。ソティナさん。ディラン君、どんなにあなたが憎まれても、それでもお姉さんはいつでもディラン君の味方だから。どんなことになっても、お姉さんだけは、ヴィラン君のそばにいるから。それだけは、絶対に忘れないで。絶対によ。はい。これで、ヴィラン君の顔も、少しは明るくなったかしら。あれ？ヴィラン君、どうしたの？顔が真っ赤よ。いや、これはちょっと。大変。考えすぎて熱が出ちゃったのね。早くベッドで休まなくちゃ。お姉さんがつきっきりで看病してあげるわ。
いえ、それだと余計に悪化するっていうか、なんていうか。おやすみなさい。遠慮しなくていいのよ、ディラン君。お姉さんが看病してあげるから。ディラン君、お姉さん看病するの上手なのよ。エルナディータ、どうしたんだ、こんな夜に。実は私、アメリア将軍に憧れてましたの。召喚戦争で武功を立て、将軍に取り立てられたすごい女性だって。なのに、あんなにもひどい人だったなんて、信じられませんわ。あんな人間に憧れてたなんて、恥ずかしいですわ。エルナディータ。ディラン様。私は帝国で、亜人は汚らしいものだと教えられましたわ。だけど、本当に汚らしいのは、そうやって彼らを蔑む帝国の人間の方なのですわ。ああ、俺もそう思う。ディラン様、この戦いに勝って帝国を変えましょう。誰もランカスタの民を嫌う人がいない、そんな帝国にしてみせましょう。そうだな、エルナディータ。一緒に頑張ろう。まあ。どうしたんだ？一緒に頑張ろうって、それってつまり、プロポーズってことですわね。え？もちろん、お受けしますわ、ディラン様。いや、一緒にってのは、みんなと一緒にって意味であって。おやすみ！アクリーン、どうしたんだ、アクリーン。悲しいことでもあったのか。アメリアって悪い女の人が大切な家族を奪っちゃったんだね。それでアグお兄様確かにそうだな。だけど、今のファングは一人ぼっちじゃないぞ。ん？ルーガやロングランドの仲間たち、それに俺たちがいる。もちろんアクリーンもね。みんな辛い過去を抱えている。だからこそ助け合わなければ。仲間なんだからな。あたち、もう泣かない。ルーガ、考え事かい、坊や。ルーガはファングの過去のことを知ってたのか。まあね、アメリアって名前までは知らなかったけど、まさか帝国の将軍だったなんてね。手強い相手だよ。まったく俺たちは間違っているんだろうか。
どうしたんだい？いきなり。俺たちは今帝国と戦っている。その戦いによって家族を失った帝国の民もいる。彼らは悲しみの中、俺を憎むんだろうか。そうさね。憎むだろうね。やっぱり、そうか。しっかりしな、坊や。それは仕方のないことなんだ。それに、この戦いは、そんな憎しみの繰り返しを終わらせる戦いでもあるんだ。坊やが勝利して、ランカスタと人間が共存できる世界になったら、そんな憎しみも、これ以上生まれることもなくなるはずさ。そうだな。ありがとう、ルーガ。そうさね。向けられる憎しみが背負いきれなくなったら、その時は、私が一緒に背負ってやってもいいよ。え？ま、どういう意味かは、想像にお任せするよ。坊やの苦しみは、私の苦しみさ。ザイツ、どうしたんだ、ザイツ。少し夜風にでも当たろうと思ってな。アメリアとファングのことで、少し昔を思い出したのだ。昔？そう、アメリアと同じく、俺が召喚戦争に参加していた時のことだ。俺も何人ものランカスタをこの手にかけた。俺を憎むランカスタの民も少なくはないだろうな。知らなかったよ、サイツ。まだ若かった俺は、これが帝国のためと信じ戦った。そして力尽き倒れた。目覚めるとそこはランカスタの集落だった。傷ついた俺を救ってくれたのは敵であるランカスタの民だった。傷が治り集落を出るときに、俺は集落の長老に尋ねた。どうして俺を助けたのだと。長老は何て答えたんだ。ランカスタが敵ではない、そんな可能性を学んで欲しかったと。にもかかわらず俺はずっとグロッケンの言いなりになっていた。どうしようもないバカかもしれぬな、俺は。そんなことはない、ザイス。そんな経験があったからこそ、ザイスは帝国が間違っていることに気づいた。そして俺たちの味方になったんだ。ありがとう、ヴィラン王子。あなたに許されればもう何も恐れはしない。